けどちょっと今日はきついからやめとく。疲れちゃった。うまっ。はい、もう舞台メイクを全く全然落としていない状態で配信してます。はい、本日ジョンマイラブ公演、ジョンマイラブ土佐清水公演2公演無事に終わりました。またね、なんかゆっくり感想を言うのは明日にしたいなって思ってます。とりあえずあれだ、11月28日のフェスに出演させていただくことになりました。よろしくお願いします。なあ、発表されたんだ。うん、29日はサムネイル公演があります。すごい月末にアイドルの仕事が久しぶりです。久しぶりのアイドルのお仕事でございます。でもそうだから、あの誕生日配信があんまできそうになくって、そう、やば、やだ、やばい、言っちゃったよ。いや、ごめんなさい、今の忘れて、今の忘れてください。え、もうどこまで発表されたか知らなかった。ちょっと待って、やっちゃったよ。え、みんな今の忘れて、忘れてください。今のは何のことだろうって思ってる方はもう忘れてください。
でもそう、あのなんか誕生日配信がその当日なんかゆっくり誕生日配信っていうのができそうにないんですね。それは別に言っても大丈夫だから、うん、できそうにないんですよ。どうしようって思って、それをそう、ごちそうさまでした。だからまあ翌日とかになるかも。ちょっと中途半端やけど、じゃあ多分、あ、まだかな、もうそろそろお風呂たまると思うんだけど、ちょっと見てくるね。とか飲んだ方がいいんだろうけど、ちょっと今日は蜂蜜飲める体力がないです。だからまあお風呂上がって時間があったら生姜湯だけでも飲もうかな。一応プロポリスキャンディーとか舐めたからさ、そうちょっと今日はね蜂蜜飲める体力がない体力がないは違うけどね、ちょっと今日は蜂蜜受け付けないかも。今日はね、そう本当朝配信しようと思ったらメンテナンス中だったって思って、メンテナンス中だからまあ朝公演じゃない、お昼公演だったんですけど、その前にあのお散歩しまして、時間があったから、そう会場近くお散歩ブラブラしてて、ちょっといろいろね見つけて、そうそうちょっとね、ちょっとだけ観光みたいなのができました。で、あとお土産買ったの、そう、見せる。まあ言うてなんかそのなんか道の駅で買ったとかじゃなくて、ほんとスーパーで買ったやつなんやけど、なんか土佐清水はこれがいいみたいなの書いてあったから買ってみたの、これ姫カツオフ姫カツオ買ってみました。そう、なんかこれがいいみたいに言うからさ、ソーダカツオ味付け、美味しそうでしょ。でもそう、スーパーでなんか土佐清水のお土産はこれがいいよみたいな書いてあったから、とりあえず何かは欲しくて、そうそう、とりあえず何かは欲しくて買いました。なんかサラダチキンのカツオ版みたいな感じです。そうそうこれをね買いました。ね、美味しそうだよね。食べ方が謎、そのまま丸かじり、そう、ほんとサラダチキンみたいな感じで丸かじりして食べるんですよ。高知で美味しいものを食べましたか？カツオのたたきとか、あとウツボの天ぷら食べた。美味しかったよ。ウツボ食べたかったから嬉しかったです。めっちゃ。そう。
そう、なんか高知はウツボが有名っていうのは知っとったんやけど、食べたことなかったけんさ、嬉しかった、めっちゃ美味しかった。そう、美味しかったです。あとなんかヒザラガイ、あー、なんかもう一個名前また忘れたんやけど、の天ぷらがね、美味しかったんですよ。そうそうそう、結構昨日はたくさん食べました。今日はちょっとプクプクでっちゃんでしたけど、まあ今日は公演もあるしね、なんかやっぱ結構油は喉にいいらしいから、ちょっと油摂取で普通に食べたけどね、明日はちょっと胃に優しいもん食べたいかも。胃に優しいもんっていうか、味がそんなに濃くないやつが食べたいですね。びっくりした。そう、カツオのたたきめっちゃ美味しかったよ。でも今日は高知の海めっちゃ綺麗でびっくりしました。そう、超綺麗だったよ、ほんと感動しましたよ。うん、塩たたき、昨日雨降ってましたね、朝。そうそう、いやでもなんか本当になんか青緑って感じで超綺麗でしたね。海に向かって例のセリフは言ってないんですけど、でも今日はね、そう、例のセリフっていうのは多分ジョン・マイ・ラブのその土佐の子供たちに語ってやろうっていうとこから始まるセリフがあるんですけど、今日はね、まあその話はまた明日するんですけども、今日はもう土佐の子供たちに向かってそのセリフが言えたことが、そう、胸熱すぎたから充電が 20% になったんですけれども、そう、胸熱すぎたので、そう、すごい、今日はちょっとね夜も遅くて明日もちょっと朝早いので、ちょっとね短めの配信なんですけど、おーおーって出たら15分経ちました。はい、ということで、じゃあ今日はここら辺で、早いんですけど終わりにさせていただきます。それじゃあランキングを読んで終わるよ。13位から13位はやちゃんさん、12位夏目さん、11位ななたさん、10位飯田ひろゆきさん、9位トイロペさん、8位川端慎二さん、7位あきら方言営業中さん、6位カラスのかあこさん、5位片栗小十郎さん、4位のみつさん、3位まもさん、2位レディオスさん、1位がたまくにさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。それじゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。またね、おやすみ。